今日は岩手の脳卒中の死亡率全国ワーストからの脱却に欠かせない減塩料理と家庭で手軽にできる方法を紹介します。取材したのは松山里穂アナウンサーです。はい、県民病ともいえる脳卒中については岩手県など行政や民間が一丸となって減塩に取り組んでいます。その中、先月国立循環器病研究センターが行ったソルト、塩を1食につき1グラムずつ減らそうという S1 グランプリで県立中央病院栄養管理室のチーム女子の皆さんが考えたレシピが全国125点の応募の中から見事1位に選ばれました。盛岡市にある県立中央病院の食堂です。ここで実際に出されているある減塩料理をベースにしたレシピが今回のコンテストで1位に選ばれました。こちらがその料理、カルシオでうますぎ彩り野菜のキーマカレーです。これで塩分は2グラム未満、カレー粉とおからを使ったオリジナルのルーで仕上げた一品です。まあ、一般的にご家庭でカレー作るとなるとレトルトのルー、カレールー使用されると思うんですけれども、やっぱりそのルーを使ってしまうと2グラムを切るってことはちょっと難しいってことで、今回はカレールーは使用せずにカレー粉とあとは県産のリンゴジュースの甘みですとか、あとはトマトの旨味っていうのを利用してキーマカレーで2グラム未満っていうのをちょっと実現しました。はい、コンテストではレッドキャベツやきゅうりを薄くスライスしたものを大根で巻いたくるりんサラダに、手作りのドレッシングは塩を使わず人参やヨーグルト、リンゴ酢で爽やかに仕上げました。プチトマトを使ったデザートも添えられています。ほう、美味しそうなメニュー、レシピですよね、これね。はい、脳卒中と塩分は深い関係がありますが、実は気になるデータがあるんです。岩手県は成人1人当たりの塩分の摂取量も男女とも全国ワーストなんです。さあ、こちらをご覧ください。県民の1日の塩分摂取量は平均で男性が 12.9グラム、そして女性が 11.1グラム。 これに対し厚生労働省が定めている目標値は男性が8グラム未満、女性が7グラム未満と岩手のおよそ3分の2です。減塩については県も取り組みを強化しています。昨年度から毎月28日を、岩手減塩適塩の日というものに設定して、スーパーとかで、食品メーカーの方とかスーパーの方に協力いただきまして、減塩食品の、普及とかそういったことで試食コーナーとか、あとはレシピの配布とか、そういった取り組みを今して減塩に取り組む機能を高めていっているところです。いや、実は私昨日たまたま人間ドックだったんですけど、血圧がちょっと高くてどうすればいいですかって減塩してくださいって言われたばっかりなんです。本当にちょうどいいですね、今日はじゃあね。今回のコンテストで1位に輝いた県立中央病院のキーマカレーの塩分は2グラム未満ですから、仮に1日3回食べたとしても国の減塩の目標値に収まるわけなんですよ。なるほど、すごいな。あー、お野菜がいっぱい入ってますね。いただきます。本当にこれ減塩メニューなのでしょうか。塩を減らした反面、香辛料を使っているのでスパイシーな風味にあふれている上、噛み応えのある枝豆など野菜がたっぷり入っているので旨味も十分です。これが減塩メニューとは思えないぐらいの美味しさです。1グラム2グラム減らしただけで健康にそんな影響ってあるんですか？そうですね、やっぱり1回では多分効果は出ないと思うんですけども、それを続けることによってやっぱり脳卒中の予防になったっていうふうに言われてますので、今後続けるきっかけになってもらえればなっていうふうに考えています。院内に食堂がある病院が多いですので、そういった中にこのレシピをですね提供して、病院からこういう健康食を発信するというのも一つの方法じゃないかなと思ってます。
病院から発信っていうのはなんかこう信頼感ですね。そうですね、はい、ではここで家庭でも手軽にできる減塩方法を紹介します。はい、まず昆布や鰹節などでしっかり出汁を取ることで旨味のおかげで塩分を減らせます。また調味料を減塩タイプに変える、はい、醤油とかですね。そうです、うん、そしてラーメンやうどんなどの汁美味しいんですけれど半分以上残すようにしましょう。我慢しなきゃいけない。ここから始められますね、芝居です、ね、はい、まずここですね。気軽にできますよね。気軽じゃないですけどね、あんまり、はい、少しずつの積み重ねで変わっていきます。まあ、塩分の取りすぎは、ね、もちろん体にはよくありませんが無理せず美味しく食べる工夫を心がけて、うん、お塩とうまく付き合っていくことが大切だなと思いました。はい。